最初はありませんでした。だけど皆さんに隠れてマネージメントに協力してるうちに好きになったんです。この仕事が、アイドリッシュセブンが。そうだな。オーディションの途中で帰ろうとしたあの頃は思いもしなかったよ。こんなにお前らのことが、歌うことが好きになるなんて。なんで楽しめないんだ。別にどうでもよかった。決まり事も、俺には目的があったから。だけど一生懸命な奴を見てると、こっちも頑張りたくなって。辛い思いをさせたら心の底からごめんなんて。すごい奴を見るとムカついて、悔しくて、憧れと。わかるわ。あんたたちにはわかんねえだろ。カッコつけて見せてるだけさ。水面下ではボロボロだよ。ダサくて卑怯で情けなくて。それでもカッコつけるのは自分のプライドのためじゃない。一瞬の夢のためだ。誰か本当の俺のことを分かってくれよって、全部洗いざらい話したくなる。だけどそれと同じくらい、そんな弱さは絶対に見せたくない。そう思う自分がいる。なんで。俺は、俺が愛されたいわけじゃない。俺の歌が、俺のダンスがトリガーの一部となって愛されたいんだ。俺が好きだから失敗しても褒めちぎるとか、嫌いだから成功してもけなすとか、そういうものを超えて俺の歌とダンスを愛してほしい。力に誇りを持てるように願ってる。いつも。
知らないうちにあいつらもここに集まってきた。みんな憧れるものは同じだな。あんた、俺たちのステージ見たことあるか？どこが好きだった？言ってくれんじゃん。俺たちだって負けない。俺たちはトリガーだ。迎え撃つ準備はできてる。